はい、お疲れ様です。7月になりました。今月も皆さんよろしくお願いいたします。あと先月から始まったね、リスナーさんにお誕生日のおめでとう、お誕生日のおめでとうじゃないね、お誕生日おめでとうを言おうっていうね、企画をした、始めたんですけど、まあね、ちょっとバタバタしてて、もしかしたら6月生まれの方でね、お名前言えてない方がいるんですよね。で、一応ツイッターの方に、そのね、まあ毎月毎月終わったら、まあ作ってくれる方がいるんですけどね、その方のに感謝の気持ちを込めて皆さんに見ていただこうと思ってのアップしてるのでね。で、毎月毎月そういう風にしていこうかなと思ってるんで。で、私今月誕生日。でね、7月はね、まあ自分の誕生日っていうのもあるんですけどね、あと7月生まれの方いたらね、どんどんね、ツイッターでもいいし、YouTube のライブ配信中にね、何月何日誕生日ですとか、あと日にちは入れなくても、自分誕生日ですとか言ってお名前さえ分かれば、メッセージの方にね、お名前の方載せさせていただくんで、よかったらね、皆さん協力してください。ね、登録者の分だけ普通だったらなきゃいけないんだけどね、お誕生日おめでとうがね。で、今日ね、過去の動画をね、遡って見てたんだけど、私ね、2ヶ月で1万人いってるのよ、実は。最近伸びないよね。そう、過去の動画見てたら2ヶ月目の時に1万人突破おめでとうございますとかっていうのがあって、2ヶ月でとかってなってたから、あ、2ヶ月で1万人いったのかとか思って、そっからが長かったですね。1万人から1万5000人、1万5000人から1万5500人に行くまでもうどれぐらいかかってますかって。でね、その人たちどこで何してんだろうみたいな。皆さんね、もう一度ね、一周回って戻ってきてください。ね、登録まだ解除されてないってことはね、見てくれるチャンスもあるのでね、これからね、配信しないときは、まあ、3分動画だったり、10分動画だったり、動画の方出していこうかなと思ってます。まあ、今月、マスラオがあるっていうのと、あとコラボ、まだまだ結構ね、たくさんコラボがあるのと、あと、オフ会、やります。ね、多分また都内になっちゃうかもしれないんですけど、日にちがね、決まったらね、また告知の方するんでね、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。あと、あれね、さっきちょっとびっくりしたんだけど、私が住んでるところの隣の八街ってところの市議会議員にごまきの弟が出るんだって。これちょっとなんか応援したいよね。なんか新しい風みたいなのが入ってきて、こうちょっと街が活気づけばいいんじゃないみたいな。ちょっと田舎臭いとこなんでね、すいません、八街のとこ。本当のこと言っちゃった。ではまた。